こんばんは、入山あきこです。8月8日日曜日、入山あきこのつれづれ日記。今日は元気に笑顔、カラオケサークル元気に笑顔の動画を撮影のために、私もその場所にいさせていただきまして、感染対策をしながらでしたけれども、とてもいい楽しい動画が撮れました。早速 YouTube にもアップしましたので、こちらにもリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。さあ、それでは昨日の Facebook にたくさんのコメントいただきましたので、お返事を返させていただきます。一番乗りは沖縄の白間吉野さんでした。グッドナイトということで、もう眠ってますね。バイバイしてながら眠られてます。ありがとうございます。牧野あきみつさんです。あきこさん、今日も一日お疲れ様でした。FM チャッピーで新曲、人生七曲り、義理と情けと愛を乗せて最高でした。元気をいただき、あきこさんの思いがすごく伝わる良い曲です。明日からも元気に笑顔で舞い上がりましょう。おやすみなさい。ありがとうございます。ワンちゃんとキツネでしょうか。寝ています。スタンプがかわいいです。さあ、そして小田切隆夫さんです。おやすみなさい。良い夢をとくださいました。ありがとうございます。今日も大変ね、お世話になりました。ブラジルから沖島晴美さんです。あきこさん、こんばんは。 FM チャッピー新曲が聴けて、皆さん感動されたことと思います。発売ももうすぐやってきますね。お体に気をつけて頑張ってください。お疲れ様でした。明日も笑顔で舞い上がれますように。おやすみなさい。うさちゃんがゴーという かわいいスタンプもくださってます。はるみさんも毎日コメントくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。柴谷とみこさんです。こんばんはです。あきこちゃん、今夜は遅かったですね。お仕事頑張ってたんやね。お疲れ様でした。今日のオリンピック野球、勇気いっぱいいただきましたよね。アメリカよりこんなに強かったんだね。あきこちゃんも頑張ればきっと夢が叶うよ。さあ、今は人生七曲り、義理と情けと愛を乗せて、みんなで頑張です。ファイト一発と。ね、ありがとうございます。そうですね、本当に野球は強かったですね。感動、皆さん感動されてましたね。私も、すごいなと思いました。さあ、そして野崎さんです。FM チャッピーオープニング曲が義理と情けと愛を乗せてでした。素晴らしい番組作りだ。その後、人生七曲りを聴きました。いい歌です。両曲とも必ずヒットします。野球も優勝したし、今夜は良い夢が見られそうだ。それじゃ。 野崎さん、ありがとうございます。野崎さんがね、言っていただくと、なんか本当その通りになりそうな気がします。ありがとうございます。ブラジルから西山秀子さんです。あきこさん、こんばんは。ゆうべの FM チャッピー、懐かしい歌が聞けました。そして新曲、初めて最後まで聞けて嬉しかったです。本当にいい曲ですね。また少し髪切ってイメチェン、素敵ですね。お疲れ様でした。ゆっくりお休みなさいませ。嬉しいです。うさちゃんと猫ちゃんがね、可愛らしいスタンプもくださいました。ありがとうございます。近藤さんです。おやすみなんし。パンダが寝ています。かわいいです。金崎真紀子さん、ブラジルからです。あきこさん、今日もお疲れ様でした。新曲とても素晴らしいですね。いつも歌詞の意味のある素敵な歌ですね。これからもお体には気をつけられてご活躍くださいね。素敵な声、今日も元気をもらってお互い頑張りましょうね。と書いてくださいました。嬉しいです。ありがとうございます。松崎末子さんです。おはようございます。今日も暑いですね。台風気をつけてくださいね。コロナ増えております。くれぐれも気をつけて頑張ってくださいね。I love you とバラの花を一輪くださっています。加藤敦子さんです。あきこさん、おはようございます。コロナの猛威が止まらず、その上熱中症も心配になる毎日です。今日は台風にも注意ですね。今日も元気に笑顔の一日になりますように。ねえ、本当そうですね。可愛らしいスタンプも。くまちゃんでしょうか。 加藤兼久さんです。おはようございます。あきこさん、今日も元気に笑顔で過ごします。
あきこさんも体調に気をつけて元気にお過ごしください。さすがご夫妻ですね。同じスタンプです。くまちゃんでしょうか。かわいいですよね。さすがですね。気が合ってらっしゃいますね。満月てるおさんです。FM チャッピーさっちゃんと聞きましたよ。あこちゃん池袋5番街や原宿の若旦那も今月の初め、あこちゃんの CD を買いに、そして新曲も申し込みました。今でも涌井社長が導いてくれています。天国であこちゃんを応援してくださいの声が聞こえるような気がしますね。あこちゃんいつも初心の気持ちで頑張ってくださいねとあります。これは何でしょうか。ロックンロール踊ってますね。満月さん珍しい、なんか可愛らしいスタンプですね。中垣さんです。おはようございます。素敵ですね。お疲れ様でした。コロナ熱中症に気をつけてくださいませ。またなーっと締めてくださってます。はい、ありがとうございます。山崎直江先生です。おはようございます。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて、どちらも気持ちの高揚する曲ですね。今日は雨の朝ですが元気いっぱいに。ありがとうございます。新曲ね、本当に皆さんにお褒めいただいてとても嬉しいです。森沢さんです。入山さんおはようございます。FM チャッピーリクエストを読んでいただきありがとうございました。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて、新曲は聴けば聴くほど素敵な曲ですね。皆さんと共に応援できる喜びを感じながら、ますますの発展を記念しています。元気に笑顔で素敵な一日をお過ごしください。これは、そしてスタンプが可愛いですね。アバターでしょうか。なんかワンちゃんを4匹も抱いてらっしゃいますね。可愛いですね。金築さんです。金築さんは女の子とワンちゃんが踊っています。ありがとうございます。そして、昨日、公式のファンページの方にも、掲載をしましたところ、そちらにもコメントいただきましたので、返させていただきますね。公式のファンページの方にも時々情報を発信しております。ぜひご覧ください。昨日はですね、5名の方にいただきました。オナブタツギオさん、鋼マドンナアキちゃん、また髪切ったの？誰か、猛暑髪切り病に感染しました。止めてください。野崎さんが2人になっちゃいます。オナブタさんもとても楽しいですね。なんか表現力がありますよね。ありがとうございます。中垣さん、こんにちは。素敵ですね。コロナ熱中症に気をつけてくださいませ。またなーとあります。それから山口県から松永さん、11月のふるさとコンサートあれば行きますよと。あ、去年のね、来ていただいた時の写真をね、貼ってくださってます。松永さん、ぜひいらしてください。今年は10月の31日なんです。山口県でコンサートやりますので、ぜひいらしてくださいね。さあ、そして森沢さんです。入山さん、こんにちは。今週も FM チャッピーのお元気ですか？入山あきこです。聞きました。リクエストを読んでいただきありがとうございます。新曲「人生七曲がり」、優しい歌声に何度聞いても胸に響き込み上げてくるものがあります。義理と情けと愛を乗せて、透明感のある歌声と心を揺さぶられる歌詞に勇気が湧いてきます。ますます発展を記念し、鋼船団一同応援しております。嬉しいです。ありがとうございます。さあ、そして牧野あきみつさんからも、あきこさんお疲れ様です。FM チャッピー最高でした。コメントも読んでいただきありがとうございます。あります。嬉しいです。さあ、そしてブログの方に移りますね。ブログの方にもコメントをいただいておりました。皆様のコメントをね、読ませていただいて、短いですがお返事するのが毎日楽しみになっています。コメントはですね、とみちゃんから来てますね。あきこちゃん、今日もまた最高の暑さですね。朝ごはん、昼食はもりもり食べてますか？太ること心配しないで。これから新曲に力を入れやんなんからね。関西弁ですね。今日でオリンピックも閉会式静かになると思っていたら、さあ大変。孫が柔道のインターハイに。おお、長野県ホワイトリングへ、今日から試合でした。本日は3試合で勝ったので、また明日です。
コロナがなければ今頃は長野市へ。残念。スマホで応援です。千葉県木更津総合高校で出場しています。気づいたら皆さん応援よろしくお願いいたします。すごいですね。そうですよね、お孫さん。柔道がすごくうまくて強くて、千葉の方にね、行かれたんですよね。そうか、応援しますね。なおさんです。毎日毎日猛暑ですね。昨日 FM チャッピー参加できなくてごめんなさい。髪切ってる様子、あきこさんキュートです。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて、萩で聞いた時に感謝を感じたお歌でした。何回も言っちゃうけど、本当にあきこさんはお歌に感情を乗せて、情景を浮かび上がらせることができる素晴らしい歌い手さんだと思っています。嬉しいですね。いろんなことにチャレンジできるって本当にありがたいことだと思います。地道でも一生懸命努力していれば必ず道は開いていくもんね。あきこさんはそんな原動力もくださる人だから大好きです。内側からあふれるあきこさんパワーで高く高く舞い上がってください。台風の影響もありますし、コロナ禍どうぞ体調にはお気をつけて。ねえ、最近はなおちゃんが私を一生懸命励ましてくれるので、私もとっても嬉しいです。元気が一番ですね。ありがとうございます。トミさん、忙しいあきこちゃん、暑い一日でしたが、元気ですか？食べてますか？暑くても 忙しくても、食事は大切だからね。おにぎり一つでも食べるようにね。頑張れ、あきこちゃん。みんなあきこちゃんの味方の応援だよ。これ、昨日読みました。毎日ちゃんと食べてますかと書いてくださってますね。ちゃんと食べてますよ。ありがとうございます。さあ、それでは、皆様も元気に笑顔でお過ごしください。それではまた明日お会いいたしましょう。おやすみなさい。